皆さんこんにちは、プルースです。香港の情勢まだまだ長期化しそうですね。プルースではずっと香港の情報を追い続けているんですけれども、まだまだここから政府側と民間側で対話がなされるような状況もまだ生まれてくる気配はありませんし、今後でももう収まる気配はなさそうなので、これからもっと長期化していきそうな様相を呈しています。そんな中ですね、イギリスのケンブリッジ大学においてですね、香港行政長官キャリー・ラムさん、香港のトップの方がですね、名誉フェローという称号を受けているんですけども、こちらの称号が剥奪されるかもしれないというニュースがございます。本日はそちらをご紹介したいと思います。参照、こちらのニュースの参照は香港フリープレス HKFP というページからの参照になります。こちら発端としては、イギリスの人権活動家の方でいらっしゃるベネディクト・ロジャーさんという方がですね、ケンブリッジ大学のウルフソンカレッジにて、現在このウルフソンカレッジから称号を与えられているキャリー・ラムさん、香港行政長官への名誉フェローシップについて撤回を要求する抗議を行っております。ウルフソンカレッジっていうのは、あの自然科学に重きを置いた大学院のことなんですけども、こちらにキャリー・ラムさんも在籍しておりまして、でその際に多分名誉フェローという称号を与えられたのではないかなというふうに思うんですけど、まあ、こちらのケンブリッジ大学の一つということで、非常に名誉ある歴史のある大学として知られておりますが、人権活動家であるロジャーさんの抗議をきっかけにですね、イギリス各地から、まあ、香港とかからですね、このケンブリッジ大学で与えられている名誉フェローというのがおかしいんじゃないか、これをキャリー・ラムさんが受け取るのはどうなのかっていう懸念が持ち上がっております。まあ、こちらなぜそれに対してすごくロジャーさんが抵抗して名誉フェローを剥奪すべきかっていうふうに訴えているかと言いますと、今回その香港のデモが、まあ、2019年12月をもって約半年経ったわけですけれども、ここまでの半年間の間に香港国内で行われた民衆に対する弾圧、まあ、それと、まあ、キャリー・ラムさんが主導のもと警察という公権力を使って民衆や、まあ、非武装の人たち含めて立場に弱い方々を攻撃したりとか弾圧したり抑圧したりっていう事実が明らかになってきておりまして、まあ、こちらは一種の人権弾圧なのではないか、まあ、ですのでこの人権弾圧を行っている張本人として挙がっている、まあ、最高責任者であるキャリー・ラムさんに対する名誉っていうのは非常にまずいのではないかなという検討がなされておりまして、で特にこのロジャーさんというのは香港以外にも人権問題としては中国国内における宗教弾圧とかメディカルジェノサイド、まあ、臓器売買ですね、あとミャンマーとか北朝鮮などにもおけるその人権問題にも取り組んでいらっしゃる方です。で今回の名誉フェローシップの撤回においては、先ほどのキャリー・ラムさん主導のもと人権弾圧が行われているっていうのは非常に問題であるということを痛烈に批判しているわけなんですけれども、今現在の香港の状況においては、まあ、実質一国二制度という制度があるため、香港は中国の特別行政区の一つとしてマカオと同列に扱われておりまして、今の最高責任者であるキャリー・ラムさんも中国側が選んだ選任した人ですね。で香港の行政、まあ、地方議会とか含めても大体中国の息がかかっている、で親中派の方々が大多数を占めている政治が行われてきたという実態がございます。でこちらはまあ今はその中国による間接的な支配といいますか、まあ、実質法律的にはそうなってしまっても仕方がない部分はあるにせよ、まあ、中国による間接的な香港の統治ということ、そして、まあ、今法の支配っていうのがほぼ失われつつあり、あの緊急条例みたいな形でキャリー・ラムさんの、あの覆面禁止とか警察を使った弾圧とかということを緊急的に行っていますので、まあ、もはや人々を守るということよりも自分たちの体裁を守るため、香港の維持といいます、香港政府としての威厳を保つためなのかわからないんですけども、今も日常的に抗議デモに対しての攻撃が行われているのが実態です。まあ、かなりこのロジャーさんという方もね、憤りを感じていらっしゃるようで、かなりキャリー・ラムさんを痛烈に批判しております。まあ、何より一番憤りに感じている点としては、彼女自身、キャリー・ラムさん自身が主導して、大学の学生を攻撃するよう警察に命じた点であるとしてます。まあ、実際にラムさんを通して警察が行ったこととしまして、香港中文大学という大学に1567発の催眠ガス、そして1312発のゴム弾を発射しておりまして、少なくとも119人の学生が負傷させられました。でこの際大学の副学長も
平和的な解決を望んで交渉しようと警察に近づいたんですけど、その時に催眠ガスを見舞われたそうです。そして香港理工大学においても11月13日から29日までの包囲によって、キャンパス内に閉じ込められた約1000人の学生とサポーターが重傷を負ったり、あと精神的な外傷を負いました。そしてこれに対して、ここ数週間の間に、11月12月の間にですね、香港の衝撃的な警察による暴力を批判して、世界中から、様々な学者の方々が批判を行ったりとか、あと国連人権高等弁務官のミケーレ・バチェレさんという方がいらっしゃるんですが、この方も香港警察による過剰な鎮圧、その武力鎮圧が本当に適切かどうか、どういったプロセスでそれが弾圧が行われているのかっていうのを調査するように、というふうに求めたんですが、キャリーラムさんはこれらの呼びかけに対しては拒否しているような状況です。ですので非常に香港の内部事情としては、行政側もかなり緊急的にその都度都度対応して武力鎮圧を行っている状況で、それによって被害を受けている民間の方々、非常に双方どちらも得がないというか、もう泥沼化しているような状況が続いています。そういった中でですね、イギリスという民主主義、民主政治が確立された一番高度な政治制度を持っている国で由緒あるケンブリッジ大学においてですね、このような人権を弾圧して民主的な政治などを行われるようなことがない、それと真逆なことを行っているようなキャリー・ラムさんに名誉というのは全くおかしいと。で、今回のキャリー・ラムさんの剥奪とに関連して、他の大学においてもですね、著名人の方々の称号が剥奪されている事例が結構あります。例えばですね、アウンサンスーチーさん、ミャンマーの ロヒンギャ族という少数部族の方の、虐殺があったの皆さんご存知でしょうか。この事件に対してミャンマーのアウンサンスーチーさんが、政府側をかばった擁護した意見などが飛び交いまして、直接的な加害者というわけではないんですけれども、こういった不条理な人権弾圧を擁護してしまったっていうのは非常にまずかったっていうことで、オックスフォード大学に飾ってあった彼女のアウンサンスーチーさんの肖像画が削除されています。そんな、そのスーチーさんとも異なる点としてましては、スーチーさんは自分で指示しているわけではなかった。しかしラムさんは自分で主導して警察を動かして大学に突入するよう促し攻撃をしております。そこは確信犯とも呼べるべき内容かなというふうに言えますし、そして独立した調査の要請も拒否しているため、平和的な解決というのは望めない状況が非常にまずいですね。なので、こういうアウンサンスーチーさんの名誉が剥奪されるというのが正当化されるのであれば、ラムさんの称号も当たり前のように剥奪すべきなんじゃないかというふうに言っています。他にもアングリア・ラスキン大学という大学でも、北京と仲のいい親しい議員さんとして知られるジュニウス・ホーさんという香港の議員の方が名誉博士号というのが剥奪されております。このようにイギリスと香港というのは非常に密接に関わりの深い、もともとイギリスの植民地というか統治下にあった香港でしたので、そこからね、やっぱりイギリスの影響を受けて香港も民主的な思想とかっていうのを価値観っていうのはやはり組んでいる街なのかなというのは強く感じますね。だからこそ中国とか香港政府のやり方に抵抗しているというのも理解できるところかなと。で、こちらに関してはイギリスの上院議員の3人の議員さんがウルフソンカレッジの会長に手紙を送っておりまして、ラムさんの名誉フェローシップを削除するよう促しております。このようにですね、アジアでも有数で高度な金融経済都市を築いていた香港が、この半年の間で積極的に破壊されてしまって、自由が奪われてしまい、そして若い大学生の人たちの命が奪われたりとか、怪我を負ったり、精神的な被害を被ったりとかですね、これはもう香港史上最大の紛争、もう戦争に近い形になっていると思います。で、世界中に論議を醸し出してしまったこのラムさんの対応、繰り返しになりますけど、名誉フィローに値するのか。しかしこの名誉フィローを剥奪したからといって、ラムさんがそれで行動を止めるかどうかといったら止めないと思いますけれども、まずやれることとしては、そのイギリスの中で、反民主的な人たち、ちゃんとそういった人を除外すべき ではないかと。世界中でやっぱり香港っていうところの自治を認めてもらえるような取り組みっていうのが世界中でなされるべきかなと。そしてちょっとこれ別のニュースにもなりますけども、今香港市民がね、オーストラリアとか日本とかで世界中で今家探しっていうのを行ってるようでして、香港の反政府デモが新年に入っても来年になっても続く様相がある中で、住民がですね、世界各国で香港以外での場所で住める場所を今探している。ここをね、香港を平和的に暮らしたい人々が、そこ以外でも、民主的に自由に平和に過ごせる場所っていうのがやっぱ必要になってきて、それが今後の長期的な香港のデモっていうのを続けるためには必要なのかなという気がしておりますので、ここも日本としても、やはり、中国とうまくやりつつですけども、香港に対してもしっかりと向き合って、
助けていかなければならないというふうに考えております。まあ、こちらも香港情勢まだまだ来年に入っても続きそうなので、引き続き様子を見ていくとともにですね、随時お伝えしていければなというふうに思っております。